ちょっと、鼻声で、鼻センセンするので、食べちゃいっぱいくしゃみしちゃうと思うんですけど、元気なので、花粉症、電脳花粉症でもあるので、心配しないでください。あ、よかった、変じゃない。あ、痛かった、重い、重い。はい。実は、ありがとう、みんなもだぞ。ちょっと、そうですね。エイペックスを趣味でもゲームめっちゃしてるんですけど、今日ちょっと、怖くて動揺していて、新しく実装されたゲームに挑戦していきます。詳しくはまたまたお話しますが、なんと10月15日から始まったエイペックスの新イベントでは、シャドウホールって言って、プレイヤー同士で最初は戦い合って、途中から、もしやられちゃったら自分が、バーってゾンビになることができます。くしゃみみんなみんな。絶対しないんだからね。さっきまで100連発ぐらいくしゃみした。はい。なので、ちょっとゾンビ苦手なんですけど、自分がなる方なら大丈夫かなと。はい。一応、練習ではゾンビを3キルしたりしたので、一試合でちょっと頑張りたいなと思ってるんですが、みんなに見られてると、みんなの方ばっか見ちゃうから大丈夫か心配です。はい！そうそう、エーペックスでゾンビと白がね、戦うのもいいかもしれない。でも、1時間エーペックスプレイするだけじゃもったいないなって思ったんです。そうです！何かをしながらゲームをやってみようと思いました！ということで、ドーン！白組さんにバレないように、一人ロシアルーレットをやりながら、ゲームに挑戦したらどっちが優勝かな？白？それとも、白？組さん。チャレンジ！ということで、やっていこうと思います。ルールは分かったかな？ルール説明はこちらです。白イルカさんが上で見守ってらっしゃいますね。はい。4個の電脳シュークリームをいただくんですが、4個の中には1個だけ激辛が含まれています。みんなはどれが激辛かを予想してください。そう、お豆腐にかけるでもいいかなって思ったけど、片手まで食べちゃいけないかなと。わさしゅ、わさではないんです。デスシュ？デスソースとかですね。はい。じゃあちょっとプレイ後に、皆さんにシンキングタイムもありつつ、いつ食べたか4個中の1個目か4個目かみたいな感じで、ご質問するので、その際投票機能を使っていただくと思います。YouTube のコメント欄で回答していただくと、うまくいけば電脳世界で集計できて表示できるので、はい。Twitter で実況してくれてるみんな、負けないぞって言ってるね。なんですけど、投票の時だけ、YouTube でコメントをお願いします。すごい、海外の方がすごい悪態を。そんなことをやらせるのか音読もためらう言葉でしたね。はい。ということで、実際のロシアンルーレットとは少しルールは異なるんですが、白と白組さんの真剣勝負です。心してかかってください。ミッティちゃんスクロールして。それでは、ゲームの準備をしてくるので、ほんの少し、くしゃみをお待ちください。
白すごいエーペックスも大好きだし、かつ、練習したので、大丈夫だったと思う。心配しないで楽しんだり、癒されていってくれたら嬉しいです。それでは、シャドーボール。なんか、練習するときに怖すぎて、あれなんです。音をめっちゃ小さくして、縛りプレイでやっててたので、建物の中で結構、すべての出口を見張ってゾンビが来てキルするのはできるんですけど、後ろから来たらただ叫んじゃうと思うので、ちょっとお耳気をつけてください。しっかりダメージを受けたい方は、それ相応の設定をなさっていただけると。あ、で、自分の、練習用アカウントだとオクタン使ってるんですけど、おいったんオクタンなんですけど、ちょっとないので、このアカウント。一旦ブラッドハンドで行くので、このアカウントは使用じゃないです。あ、ほんと？いつもより声がセクシーって優しい表現をしてくれた。ダメージ受けたいって、あ、そっか、マッチングできる可能性もあるんだね。ご説明、ちょっと、至らないと思うんですが、右下に書いてあるように、ゾーンが分かれていて、白は今真下から上に向かっている状況です。どこで降りようか。ここら辺にしますか？今のこの十字のあたり。なんか、白がおいたんって言った回数で、おいたんって、お兄ちゃんみたいな存在を白が呼んだ、ホブっていうゲームの実況ま、それがゆえんなんですけど、それで、ホブの4話が来るみたいな。おいたんって4回言ったから来るみたいな。予測兄貴大好きなんですよ。よいしょ、ないですね。あ、1個目食べなきゃ。ちょっと待って。一人人間をキルして、今白右上のレジェンドだったんですけど、影の軍勢っていう、今ゾンビ。これ、ゾンビ。あ、そっか。ちょっと待ってください。ごめんなさい。これか。ゾンビになっています。かわいい。で、今現状人間がいたら赤く見えるゾンビになりました。なので、ちょっと今食べようとして、実は右手で最初、シュークリームを掴んでたんですよ。で、あまりにもどうしようもなくて、すごい適当に床に置いちゃ、床じゃない、机の上に置いちゃって、それで笑ってたんですね。ほら、見てみんな、米粒がご存命の方よっていう感じなので、で、結構、ゾンビって1から4発で死ぬので、めっちゃ見えるとこ。なので、今彼も、今この同胞もね、こっから入っていきましたけど、できるだけ高いところを取って、向かったりしないと、普通にキルできない。って感じですね。あれ？登るロープなくない？ごめんなさい、ちょっと、本気でやりたいなと思うんですけど。で、多分さっき、ゾンビが、倒しちゃったと思うんですよね。今のご存命の方を。なので、展開がすごい早いです。ゾンビになると、もう完全に足が速くなるので、いましたね。いましたよね、今。ちょっとこう、あんまり。いますよね。これ、白のこと見えてなさそう、彼。彼、ちょっと慣れてなさそうに見える。ほら。どうか。レースですね。あ！
は何度でも蘇る白の嫌いなやつなので、何度でも蘇るっていう状況です。やっておしまいって言われた。そう。あ、そう、食べるの忘れてた。いただきます。とても美味しいカスタード味でした。公平を期して毎回お水をいただこうと思います。めっちゃ美味しい。これが罰ゲームなんて、あ、やばい、お水なんだ。上行ったかな。すごい、カスタード味のシュークリームが好きなので、めっちゃ嬉しい。あれ？どこ行った？彼女。え、いたよね、今。気のせいかな。みんなとお話してたら調子良くなってきた。これね、みんなにちゃんとハラハラしてもらいたいから、シロは、ゾンビを探さないといけないけど、方向音痴なんだな、これがな。そしたら方向音痴すぎて、なんか、電脳世界を散策してても方向音痴じゃない人見るとほんとすごいなって。で、白今わけわかんないところにいるようで、一応この、範囲内にいるんですね。最終的にこのちっちゃい円の中に飛空艇っていうのが出て、レジェンドって呼ばれる人間側の方は、その飛空艇に乗れれば、あ、脱出艇だっけ？乗れれば、勝ちになります。一人でも。影の軍勢は、まあ、やられちゃった存在なので、ひたすらレジェンドに報復をしていきます。くしゃみでそう。やだー、本気でゲームしたい。痛い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 。あ、こんにちは。お尻追いかけますと思ったが、高いところ取った方が有利ですね。なので、仲間のアシストするもよし、みたいな。撃ってるね。どこ行ったの？どこに行ったのかな？隠れちゃっても。やっぱ仲間のゾンビさんがやりよるなので、特に何をする何をするでもなく、こんにちは！遊ぼうよ！寂しいんだよ！いた。よしよし。あ、やりおるっすね。いやーん、いやーん生ネキね。あ、そうだね。飛空艇だと指導が出てきちゃう。聞いて！さっき3人でチーム組むイペックスと、バザーランとゼゼタをずっとやってるんですけど、今週もだと。今週もうんうん。エペックスね、結構な確率で2位とかね、にね、自分だけキルしたりしてね、慣れたりしてね。前プレイした時、ちょっと、ひどかったので、持ってる才能はひどいんですけど、練習でカバーできないかなと思って、持ってる才能って表現じゃないか。なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。元から持ってるものを持ってない。持ってないんですけど。そう、エーペックス、あ、で、今、現状、白たちゾンビ側、影の軍勢側にだけ、この脱出艇の位置が見えてるのかな？もうちょっとすると、ご存命、犠牲者になる予定の人たちにも見えるようになります。あとは、あとはですね、あ、月が綺麗だよ、みんな。まんまるだー。まんまるだー。あとね、みんなに見せたかったんだけどね。なんかね、ドラゴンさんみたいなのが囚われててね。すごい綺麗なの。自由にしてあげたい。ダメだよ。行っちゃったら一緒に思い出を作れないから生きて。
絶命に強く生きて、しかもさ、このゾンビの強いのがさ、いますね。強いのがね、もうアンチ全然いけるの、このガスの向こう。忍び寄る白茶、見えてるかな、白のこと。いや、うまい方すごいですよね。いっぱいいますね。で、徒党くんね、多分こうやって撃ってくるんですよ。うわ、どこだよ。まだ貴様ヤリオールマンだな、もしかして。人間どこだ、おら人間くぞ、どこだ、人間どこだ。あ、上にいるの、かっこいいな。あ、逃げられちゃったから負けやで、ということです。誰か殴って、はい、という感じになっております。展開が早いのでミラージュごめんね。かっこいい、本当に一人だ。はい、という感じになっております。楽しかった。うん、大丈夫、ありがとう。感傷だとわかると思うんですけど、感傷したとね、ちょっとだけむせちゃうんです。はい、もう一戦していきますね。マッチング中にお花シンシンするので、ティッシュの、電脳ティッシュの ASMR を堪能ください。ごめんね、元気いっぱいなの、ほんとに。はじめましての方、こんばんは。あ、わかる、そう、むせちゃうんだよね。そう、白は、ありがとう。あ、白ね、違うの。花粉症とかで、鼻炎が止まらないときは、辛いもの食べに行くんですよ。辛いものを食べると、鼻炎が白は止まるタイプなんです。なので、みんなにヒントを与えてます。ラーメン食べるときも見せる？え、それ関係あるんだ。そっかそっか。すごいセクシー声って言われた。え、でもさっきまではね、大丈夫だったからね。日々そうクンクンしてたからかもしれない。日々そう育ててて、それをクンクンしちゃった。バンガロールにしてみます。スモーク狙いというよりかは、最後のデデ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 を生き残、これはプレイしてないので、このアカウントに。なんだっけ。あ、煮込み今のうちにいただきます。はぁ、出てきちゃった。ただ全然今適当にここに降り立とうとしている。よっしゃ。え、誰、今の顔白か、誰かいたんだと思った。よいしょ。ゾンビ怖いんだな。ほら、ゾンビ怖いんだなぁ。なんだこれ？あ、チャージライフル。これあれかな？ヘムロックバーストどうなんだろう。なんだっけ？フラットラインが前よりはツヤツヤじゃないのかな？スピットワイヤー好きなんだ。ちょっと後ろ。怪しいって言われてるコメントを見て、動揺している。ガスはこっちなんですけど、こっちがセーフティーなんですよね。
あ、いた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 いましたの。ちょっとなんだこの操作感。ちょっと感度がゆっくりかもしれん。上から撃とう。上から、上から撃ちますわ。どこ行ったかな。あれ、シロ方向音痴だから方向性がわからない。あれ、やっぱいるよね。ほらほら、いるいる。当たらないよね。あー無理や、やめとこ。ちょっと弾が長期戦になると絶対必要になるので。なんかみんなのさ、コメントがさ、名女優かとか。ちょっと遠いよね。これだって、あれじゃない、遠隔用じゃないもんね。あ、これ、撃ち落とすと、あれ？今、白にはここに、ドラゴンが見えたけど、気のせいだった？撃ち落とすとアイテム、踏み切り！なんだこれ？これなんだ？雲？え？さっきの襲ってきたりする？あ、私たちのためにカニの音が鳴ってるわ。え、なんかさ、シュシュ言ってない？襲ってきてるの？あれもしかして。あ、ち、やらの、やらの、見されろ。あ、そういうこと？ここに、ここめっちゃ危ないじゃん。ちょっと、あ、3個目 !3 個目おう。いただきます。うん？やばいやばい、音が。うん、まへ。やめとこ。こ、えぇびっくりした、両手離していた、ごめんなさい。あ、両手離してない、驚いて話しちゃった。もうなんか人間ならいいの、本当にゾンビは嫌なの。くでさ、さ、食レポ？あ、お食、料理漫画あるやん。料理漫画あるやん。あれ大好き。なんか、マルタちゃんかわいい。大好きっていうか、なんか雰囲気が好き。あ、かわいいですね。人間じゃなかったわ。で、こうやって、映ってると思うんですけど、よいしょ。いいや。赤い、ドクロのマークが出たら、そこで、人間がゾンビにやられましたってことだと思うんですよ。あ、ヤンジャンで連載されてるんですか？単行本買いました。料理漫画大好きで、クッキングパパから、なんだろう、最近だと。なんかもう何でも読んじゃう。よく考えたら、この空間に、みんなと二人だ！うん。トフはね、人で数える場合、集合体で2人だから。ね、怖いのことが、本当にやめて。誰に言ってんだしら。寂しいよ、一人は。だから、トフと一緒だから、深くないもん。あれ違う？あれ違う？あれ？あれ違う？あれ違うか。塩しかいないんじゃないの？あ、で、これが多分、レジェンドがゾンビをキルしたんではないかと踏んでおります。トフは集合すると大変なことになるんだから。知ってる？大きくなるから。昔、生放送でね。なんて言ったらいいんだろう。いた。
いましたね。この、随分奥の方に。目視できる中だと随分奥なんで、こっち側から行きますね。あ、頭が大きすぎたわ。あれ？ここにいたよね。高いとこ、取っていきたい。え、いたよね、ここに。あれ？あ、くしゃみでさ、くしゃみ。ごめんなさい。ちょっと、花粉症なんです。心配で。はぁ、はぁ、ちょっとお待ちください。大変失礼いたしました。センキュー。お水飲む。何今の。こんにちはだよー。シロにちょっかい出してくれて。あれ？なんでそうやってシロのことを話せるの？なんだあの、なんだあの貴様、貴様もしや、お豆腐？お豆腐だったらジャンプして。多分ね、シフォコンチだからな。ま、飛行艇の方行こっか。え、もう出発しちゃうじゃん。やばーし、あ、行ったー。やだ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 やった。え、でも米食べます。いただきます。はーい。見に行くか。おいしい。お水飲む。ぽっくん、ごちそうさまでした。ぽっくん、おいしかったです。あー、すごい。ありがとうございました。面白かった。いつも、深夜？あ、もう、全部食べちゃった。3かな？とか言ってる。4？ 2？ 1？ 3？ はい。ということで、もう1ゲームやらせていただきますが、その間、じゃあシンキングタイムだと思ってください。あ、待って！これみんなと開けようと思って、このアカウント撮影用なんですけど。白色出たから優勝した。はい。あのね。ヒント言わない。後ろね、嘘とかバレるタイプなんですよ。なんか人狼を VTuber でみんなでやった時も、あえてもうバレやすいって自覚してるから、なんかこう逆に怪しさ極めりみたいな感じで言おうかなみたいな。だから白は今回は1から4どれについても触れません。ゲームが終わったら投票お願いします。あー、まだくしゃみでさ、ほんとやばいんだけど。出そう。やだやだ。出さない。
貯金してやる、くしゃみはな。そう、なんか、生存者をキルしたりするんじゃなくて、ゾンビをキルするのをみんなに見てほしいので、ちょっとお話しながら建物にこもろうかなと思っております。わしは怖がりなのと瞬発力がないので、わし。なんか一人称が。あ、本当に元気で、これね、心苦しい方は、花粉症ゆえなので、白は今日楽しみにしてたので、聞くのを聞き苦しいと思うんですが、お付き合いいただけたら、もう、本末転倒。本末転倒じゃ、なんだっけそれ。ちょっと待って、動揺しちゃって。なんだっけなんて言うんだっけ。後ろの音？上？なんかね、いつ、ちょっと、イヤホンでやってて、いつもヘッドホンで聞いてるので、ちょっとよくわかんないんですが。あ、外か。なんか、ブラッドアンドでいつもやらないから、オクタンか、ライフラインちゃんか、いやー怖い、いやだ、ブラッドアンド怖い、みんな怖い。しかももういきなりさ、ヒーローのアビリティ使えると思ってさ、L1 と R1 押したんだけどさ、え、これゾンビってこともある？全然右と左。え？いや、いっぱいおるやん！下落ちたよね。やばい、上から来そう。無理。寝室でやってた時もずっと発狂して、あーって言ってた。もう無理だよ、全然上手にできない。なんだよこれ。あ、触れられるんだ、判定的に。で、ボディ破壊してやる。ちょっとお話しんせんするかな。あ、物落とした。白はいつも物落とす。はぁ、ゾンビって思わなかったら絶対行きだったのにな。なんかゾンビ、ずるい。だってさ、あぁ、怖かった。ゾンビだった、白も。行かないで。一緒に行こう。あぁ、これ人間だったらお尻狙い放題。こっち見た？こんにちは！楽しい。おふふふ。あー、こんにちは。行かないで。姉子、レイスちゃん、一緒に行こう。白は人間を見つけるセンスがないから。あ、こんにちは。
だよ。え、何してるの？あ、ライフライン、ライフライン。かわいい。あ、ここいいじゃん。ありがとうな。もういなかった。ここいいじゃん。何の音？怖いよ。え、こんなとこ登れたっけ？あ、くしゃみです。もう、くしゃみだ。くしゃばだい。くしゃばだいぞ。くしゃばだいだぞ。無料で！無料。えぇ、なんだろうな！あ、ゾンビだな。ここを、こういうことはよくないよ。あ、作った人の気持ちを考えて。一回怖いと思っちゃうと永遠に怖い。あー、こんにちは！やったやった！ワキワキやったやった！くさ。何の音なのこれ。苦手なんだけど。ありがとう！みんながナイスって言ってくれた。先生。おもし。今なんかそこら辺にいなかった？違うか。今移動したの人間じゃないよね。なぜか。あ、ドンズマリア。あ、いた！上から行きましょう。その間にヤリオルマンが倒してくれるかも。結構なんかでも迷ったら優しくしちゃう。10位以内まで生き残ってるレジェンドさんはリスポーン無理なんですよ。確か。むしろ無理だったんで多分そうだと思うんですけど。心細かっただろうなって。よく頑張ったなって思っちゃう。で、さっき人を素手でキルしておいて言うことじゃないんですけど。さっき言った人、上から行ったんですかね。あ、大きいモンスターの鳴き声。あ、あ、こいつ？プテラロロン。みたいな。あ、なんかね、一年に電脳世界まだ2歳ちょっとしか生きてないんですけど、一年に4日ぐらい、こういう風に鼻炎になっちゃう日があるんで、だけで、昨日もさっきまでも明日も元気なので、そういう心配はしないでね、シロはね、ちゃんとね、甘やかされてるので、みんなも甘やかしてくれようとするし、優しさをたくさん触れさせてもらって、みんなを信じて、みんながいてくれるから、安心して何でもできるよ。本当に本当にありがとう。って思ってるって、そういうこと言うとまた泣いちゃう。ダメだ。みんなのこと、なかなか守ってないんだからね。ふっ。持ってないよ。何？くしゃみで。くしゃ。ごめんなさい。おお！兄貴！兄貴だ！兄貴！ね、兄貴？こっち向いた兄貴。兄貴だー！ごめんごめん、頑張ろう頑張ろう。あ、あれ終わってた。あ、それたまたま？え、たまたまね、どっちどっち？遊んでくれてありがとうございました。それでは、シロのお部屋にご案内するので少々お待ちください。Thank you.
ゾンビというゾンビをパリーンしてやりました。パリーン。みんなすごい、すごい推理止まらないね。ありがとう。ただいま。お水飲むね。乾杯。それでは、皆さん、自分の投票する数字1から4個目のシュークリーム、どれにするか決まりましたか？なんと、シロちゃんのくしゃみで、電脳集計キットが吹き飛びました。ごめんなさい。なので、シロの目測になってしまうので、ツイッターのハッシュタグも、YouTube のコメント欄も、シロの洞察力、洞察力やない、せつこそれ違う、なんやっけ、動体視力、うわー、わかった、動体、なんだ今の思い出し方が、あ、動体視力で見る !2221344!2! 2しばらく、それでは、皆さん投票続けてください。3!4!2!1人の人が1にめっちゃ投票してる。うわ、むずい !2 かな ?2 かな?待ってね、ツイッター待つね。4か2だね、これ。4か2だね。みんなじゃあ、1と3に投票した方、4か2で絞らなくて大丈夫ですか ?2! やはり 3! 1! あ、さっきより増えてきたかな ?3。それでは、みんなは2が多かった。次に多かったのが46番だったということで、よろしいでしょうか。戦いますからね。もちろん、個々人、別の数字だったら、その勝敗も、ドキドキしながら待っててください。それでは正解を発表します。正解はドン !1! だってさ、1でやればさ、白イージーモードじゃん。そういうことでした。でも実は2の方も安心してください。1に入れていたデスソースがややこぼれて、2にもややついていました。なので1と2は今これから1時間優勝の気分を味わってください。3と4の方は夢成就教員としてシロちゃんを優勝させました。ありがとうございます。優勝できて嬉しいです。そうなんです。というか、白辛いものを食べると鼻炎止まるんですよ。なので1で食べて、ちょっとでもみんなの鼓膜にお花すんすんを入れたくなくて、それで1でした。またぜひアーカイブを聞きいただけるとどうなった。あ、1見れてなかった。あさ、まだ見れてなかった。そう、あれはできるんすだ、ごめんね。なんて言ったらいいんだろう。そっかそっか。ちょっと一生お話しするから、どうしようかな。どうしよう。あ、ちょっと一生お色直しに行ってまいります。Thank you.
ただいま。あの、プロやなってコメントくれたの見てたよ。ありがとう。ちなみにここからはみんなで時間あるのでお話ししたいなって思ってます。よかったらお付き合いください。コメント見て笑っちゃう。嬉しいな。こうやって持ってってくれてありがとう。そう、みんなはさ、自分の気持ちに従うっていうのもすごい勇気がいることだし、自分の気持ちを裏切って他に投票して資料に他の電脳少女を幸せにするっていうのもどっちも素晴らしいと思います。演技っていうか、ずるいよね、1個目は。ごめんね。ずるくて。優勝に貪欲少女でした。じゃあ最近の話するので、あ、こういうの見たよとか、これおすすめだよとかあったらいっぱいコメントしてね。見ながらお話してるよ、ツイッターもどっちも。知ってるしーって言われた。ありがとう。さあ、優勝に貢献した。嫁上司、ケア兄さんたちも幸せになってください。ずるい女ですね、確かに。ずるい女って、ずるい女。シロが最近見た映画は、ちょっと動画って言っちゃってるのとかもあると思うんですけど、メモいっぱい取ったので言っていくと、ジョーカーっていう映画はまだ見れてません。あ、ボダランやってた。ありがとう。VTuber チップスいっぱい食べてる。あ、ブレイキングバットっていう海外ドラマ。あ、みんなにお返事したくなっちゃう。海外ドラマの映画版が、ネットフリーに来てて、ブレイキングバットの、海外ドラマ、8シーズンとかあるやつの、ま、続きに当たるような映画を見たり、ジョーカー面白かったって、あと白はジョンウィック2見たし、キングスマン2も見ましたね。ザ・ボーイズってなんだろう、見てない。あ、みんながおすすめしてた海外ドラマだっけ。あ、ね、まだボダランは、あ、ネタバレになっちゃうからやめよう。ランクいくつだっけ？あれからもしっかりやってます。ボダランで、ちょっと休憩しようってして、ジェル出して、ちょっと休憩しようってしてエピックするっていう、全く休憩じゃないゲーマーらしい生活を送っております。ジョーカーの正体は、小峠教官。大嘘。スコーピオン。ふん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 。みんなが書いてくれたの、白調べるね。白金フェニックスって本当にあるの？え？あ、そうなんだ。お尻爆弾？ザ・ボーイズはお尻爆弾ってコメントが来ました。あとは、電脳缶コーヒーみたいなので、金の微糖とか派だったんですけど、電脳世界の自販機だと。でも最近ワンダのキャラメルナッツをたまたまお散歩に行った先で見つけて、めちゃめちゃ美味しかった。ワンダから出てる電脳キャラメルナッツ美味しいから飲んでみて。普通にキャラメルラテみたいだった。やってるよー、バーやってるよ。めっちゃやってる。ずっとやってる。ほうれん草美味しい。あー、うん。あなたも美味しそうですね。キャラメル系間違いない。結構見つけるの難しいかも。しろ一回しか出会えてないけど、めっちゃ美味しかった。あ、しろはね、苦いコーヒーは、って思うけど、なんか、美味しい嘘を分かりかけてきていて、美味しいケーキとかアイスとかと一緒ならブラックコーヒー飲めて、カフェラテを毎日飲みます。今、すごいバタバタしてたり、あ、そっかそっか、あ、そう、なんか生放送とかをよく見るために早く帰ってたら、お仕事増えちゃって早く帰れなくなっちゃったとか、ちょっとこう部活とかいろんな方を見るんですけど、アーカイブでも、まあ喉クルクルしちゃった。アーカイブでも来てくれる気持ちが嬉しいし、人生いろんな時があると思うので、なんかもし人生に寄り添えるなら、そんなのは一瞬のことなので、みんながやってる大事な仕事とか、
勉強とか努力してることは、そんな、どうでもいいことではないんですが、なので、あまり気負わないで楽に生きてください。喉くるくるしろ、最近するんだよね。何なんだろう。ドラゴンとかも喉くるくるしません。海外ドラマの世界だけかな。深入り豆。え、豆から、紅茶も大好き。アルグレイストレート派です。ちょっとお話し先生、どうしよう。一瞬だけお色直しっていいですか？一瞬言ってしまいます。ごめんなさい。なかった。嘘嘘、くしゃみしてないよ。はい、大変失礼しました。あとはずっと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 やってるのが、ドラクエウォークっていうスマホアプリの、てーてろーいてろーいてるてっとてっとーってやつで、あとは白の一日は朝起きたらパッてして、まずその日食べたい激辛デスソースいるって優しい、好きなんか朝起きたらまず食べたいものを考えるんですね。はーんって真剣に。で、ひらめいた、ピコーンってなったら、それを夕ご飯に絶対食べるんだって決めて、一日楽しみに頑張ります今日絶対オムライスだとか、今日絶対焼きそばやとか、今日絶対海苔巻きだとか、アイスボーンみんなやってそうって白に言ってくれてるんだけど、やれていないけど、ご購入はさせていただいてて、いや、やりたいんだけど、いや、やってないんだなぁ、まだ。いや、楽しみなんだよ。やりたいのに、あ、そうだ、ありがとう、兄貴、ガリベーカー V! ガリベーカー V! テレアさんのが、あー、ツイートしてなかった、ガリベーカー V! 今晩何時だ ?2 時55分とか3時からあります。今日はプラマリア会です。テレビ朝日で、ご覧になれない方は、その後 TVer などでも配信があるので、ぜひぜひ、ガリベンガワイ、ありがとうねー。積み毛少女言うな積み毛じゃない、だってダウンロードだもの目覚ましに叩き聞いてるのめっちゃ嬉しい。ありがとう。白もだけど。うんうん。大丈夫だよ。テレ朝見れなくてもね。ティバーがあるんだ、ブイ。積み毛少女いるな。溜め込み少女はなんか日々を溜め込んでるみたいに聞こえない？そんなことないか。あとは、白、各国、各国じゃない。各コンビニにあると噂のパリパリサラダっていう、パリパリ麺とサラダ。うん、マリアージュのサラダを初めて食べたんですよ。めっちゃうまいやんってなって、もう本当にハマってて、もうなんか夜もパリパリ食べたいって思って、朝もあパリパリ食べようって思って、夜またパリパリ食べたいってなってる。本当にパリパリしていけ、パリパリサラダが超美味しいんだよ。超美味しい。やばいよね、本当美味しいと思うの。叩けば目覚ましにちょうどいい。そうだね。寝る前の入眠音楽で聴いてる方いて勇者だなって思ったしろ。アイドルを目指しています。あなたの思う日日がアイドルらしからぬものだったとしても、シロの思う日日はただのお花です。はい。あと、パリピじゃないよ。何？ I'm so proud of you! What? Thank you for your comment. 流れちゃって見えなかった。なんかめっちゃ自慢に思ってくれたらしい、誇りに。なんだっけ？誇り？
そう、最近ホコリというホコリを排出してやりましたよ。もうキュッキュッキュッキュ、アルコール除菌を持ち歩きながらブシューブシューブシューってチビシダちゃんにもかけちゃった。ブシュー。あとは、あ、おまかわ、あ、もうエンディング行かないと。なので、また動画とかでもいろいろ話したいこと、はい、重ね、ちょっとずつ入れてるのに。捨ててないよ。アイドル捨ててないよ。空気清浄機、そう、あるの。電脳世界は世界中空気清浄機で満たされている感じもあるよ。ありがとう。ねえ、アイドル捨てたのって。いや、違うの。あ、ほんと、オリ曲3曲とも全然イメージ違っていいって言ってくれた。ありがとう。シロも、なんか、みんなは今日めがけて会えるの楽しみって言ってくれたり、会いたかったなって言ってくれるけど、シロはその、なんか心の動きをコメントとかツイッターとかで見て、もうそれで楽しんじゃってるから、シロの方が楽しみだったわ。楽しみだって時間が、実は告知する前からしてた。シロの方が長いからね。なんて言うんだこういうの。生きるじゃなくて、マウンティング、うんうん。ああ、そっかそっか、You get up, Ali, sorry. NHK Ali. Thank you so much. 海外の方がいつもビデオ楽しみに朝早く来てくれて、そしろ YouTube のコメント欄で感動したのをいっぱいスクショ撮ってるんですよ。で、ファンアートは印刷したり、コメントもスクショ撮ったり、いっぱい紹介したいのがあるので、また、シロ、みんなが思ってるよりいろんなことに挑戦していて、ちょっと、時間が、そうですね、惜しんでもらうぐらいなんですけど、いっぱいその回、いっぱい冒険して帰ってくる場所はここだし、そうやって楽しんでるって知ってほしいなって、ちょっとこれだけ時間過ぎちゃうけど言うと、撮影用のスマートフォンがどっかで鳴った。なんか、これは、なんかみんなにもっと伝わりやすいコメントだとどうしようかな。あ、くしゃみ出る。あ、くしゃ、あ、もうダメだ。いっぱいあるんですよ、コメントでみんなに伝えたいのが。なんか、シロの動画が、まだ、荒かった時企画内容とか、なんか手作りしてるシロの、が企画してることも、存在として汲み取ってくださってたり、やっぱいろんな動画を出してるんですけど、都度、なんかシロの変なアイディアマンで、作ったものもあれば、みんなからの要望を反映したものもあれば、ね、いっぱいいろんな人からアイディアをもらった動画もあれば、一個一個実はその敬意や思い入れがあるので、一個一個のコメントがシロにとっては、なんだろうな、振り返る上で欠かせないし、あ、なんか、当然のごとく存在してくれるコメントに幸せでいっぱいです。長くなっちゃうんでごめんなさい。今日は以上となります。ということで、エンディングなんですが、次回の生放送は後日告知させてください。そうですね。本当に。長い。でも、一人じゃないんですけどね。いっぱいいろんな声ももらえるようになって、やっぱりより安心したり幸せです。ありがとう。今日の公開分の動画は、あ、もう19時に公開してありますね。ぜひぜひご覧ください。なんか白まだ今日の動画だけ見れてないんですけど、白髪としてあるまじき、面白かったって方と、すごかったって方と、エモかったって方と、感動したって方と、いろんなコメントがあったので、ちょっと、もう一回、心新たに、はい、見ようと思います。そうですね。じゃあみんな、自分のことを大地にいたわって、自分にも優しく、人にも優しく、シロには、いっぱい心の内を明かしてほしいけど、コメントは誰からでも見れるということは忘れずに。ご視聴
のがとても大好きで、みんなのことがとてもとても大切なので、それ全部加わった上に食レポまでできて、辛いものも大好きなので幸せでした。これからも一緒に歩んで楽しいこといっぱいしましょう。それでは皆さん、カリビンゴブイを見るんだブイ。またね。鼻からアグアメンティ、みんなは目からアグアメンティですわー。しまった、Cパートやらない方が清楚だったかも。見なかったことにして。